さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、ダイソーに行ってきました。欲しかったものがあったので、それをね中心にちょこちょこいろいろ買ってきました。それでは紹介していきたいと思います。まずじゃあ欲しかったものから先に紹介します。ミッキーの極ふわブラシになります。この4本を買ってきました。他にもねあったんだけど、この4本を厳選して買ってきました。まずこちらが先の毛量が結構多めになってるパウダーブラシになります。これだけ200円です。めっちゃふわふわ。柄の部分にミッキーの柄が書いてあって、毛先がピンクになってるんですけど、これは青バージョンも一緒に売ってたんですけど、まあメイクブラシってことでピンクにしました。あのブラシでメイクするのに今ハマってるので、いろいろ買ってきました。あとはこれがチークブラシでしょ。この間春姫のブラシを買ったんだけど結構良かったので、アイシャドウブラシもう一本別のものを買ってきました。濃い色と薄い色をね同じのでやっちゃうと結構あれだし、ラメとマットとかで分けたりもしたくて、アイシャドウブラシちょっと多めに買っておこうかなと思って追加しました。あとはファンデーションブラシ、ちょっと平たい感じかなのブラシになります。いろんなとこのブラシがねちょっと今欲しいなと思ってます。次、同じコスメコーナーに置いてあったこちら、このマイメロちゃんのシャイニーチェリーピンクっていうキラキラのネイルになります。私足の爪のネイルがね、あのもう剥がれきってるって感じなので、塗り直したいなと思ってこれを買ってきました。あとはこれめっちゃ可愛くて買っちゃったやつ、ベルの折りたたみコームになります。ベルとアリエルとラプンツェルかなが私が行った店舗にはありました。他にもあるのかな。私最近クシをね持ち歩くって、一昨日かなのバッグの中身紹介でも言ったと思うんですけど、今持ち歩いてるものよりまたコンパクトなのでこれを買ってきました。次サンリオなんですけど、こちらの2つを買いました。カードファイルですね。1個に16枚入るみたいなんですけど、私も最近あのスーパーとか服屋さんとか結構いろんなとこでお買い物して、あのポイントカードみたいなのが溜まったんですよ。でも私カードって持ち歩かないんですね、あんまり。毎回カードくれるお店、ビアードパパとか、私スイカジュースめちゃくちゃ大好きなカリンとかだと毎回ねスタンプをくれるんですけど、1個しかないスタンプカードがねもう十何枚とか溜まっちゃったりするので、ちょっと持ち歩くためにこのカードファイルに入れて、今日行くだろうなってお店をこう見てちょっと抜いて財布に入れたいなと思ってこの2つを買ってきました。ポイントカード使う、頑張って使おうと思います。あとはこれです。キティちゃんのレンズクリーナーを買ってきました。これグデタモもあったんですけど、このカメラのレンズを拭こうと思ってこれを買ってきました。あと私昨日コードブルーをね映画館で見てきた帰りにお買い物行ったんですけど、もう目がねパンパンに腫れたの。もうねめっちゃ泣きまくりでめっちゃ泣いて目がめっちゃ腫れたので、この目元スッキリのキティちゃんのこのシールを買ったんだけど、まあ、貼らずに、まあ、寝落ちしちゃいました。気になってたし、キティちゃんの柄が可愛かったので使ってみたいと思います。なんか変わるのかな。あとはねこれコーギーとブルドッグのブロックを2つ買ってきました。これはちょっと音フェチ動画を撮ろうかなと思って買ったんですけど、それ関連でこのパーティーテーブルペーパーっていうものを買ってきました。撮れるスペースがねあんまなくって、このペーパーシートを敷いた上で撮ろうかなと思って買ってきました。いい感じに音出るかな。あとはこちらです。圧縮袋の L サイズのミッキーの柄のもの、めっちゃ可愛いのを買ってきました。今回パッキングするときすんごい時間がなくって、まあ寝坊したってのもあるんですけど、そこら辺にあった服をポン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 入れて圧縮袋を使ってなかったんですよ。だから結構あのキャリーにスペースがないので、新しい服も買いに行きたいなと思ってるし、まあ、服増えるだろうなと思ってこれを買ってきました。あとねハンカチ2つ買っちゃいました。ハンカチはもう本当にいっぱいあってね全然いいので、薄い緑のパンダの柄、私最近パンダにハマってるんですよ。この可愛いパンダと、あとこのタオル地のミッキーの総柄の紫っぽい感じかな、青かなのハンカチを買いました。こんな感じで今回の購入品は以上になります。主に私は今回はメイクブラシを買いに行ったんだけど、結構いろんなものをポイポイ買ってるなって感じなんですけど、実家にいる間はね結構動画撮れる時間が千葉よりはもしかしたら少ないかもしれないんですけど、やれることはね結構広がったので、よかったらあのリクエストとかがあったらね、ぜひぜひコメント欄に書いてくれたらなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。